はず。朝廷が庶民を支配し権力を握ろうとしていた時代、そんな世の流れに反発する修験者が円の小津野を中心に金剛山に集まり朝廷に歯向かった。宇都の巫女も鬼と呼ばれるそんな修験者の一人であった。武士と覚悟。ここは無明荒野か。死にながらなお生への思いを残していると。笛の音、聞いたことのない調べなのになぜか心にしみる。なぜか懐かしい。ここは生きていく目的を失った者が迷い込む無明荒野。あなたはなぜ？私はある方を探すために心の旅をしています。心の旅？その方に会い、その方の清冽な生き方に触れた時、私は天上界によみがえることができるのです。私の笛の音を聞いて和してくれる方が。あなたこそが探し求めていた方なのです。俺は宇都の巫女、金剛山で修行する者です。あなたは？宇都の巫女。宇都の巫女、迷いの旅から出でよ。動いちゃう。矢で肩を射抜かれ川を流されていた。小津野様が救ってくださったのだ。無茶よ、一人で右大臣にかかっていくなんて。夢だったのか。巫女は神の子、私とは。キジムナ、脅かさないでよ。そんな言い方するわけ。せっかく急いでやってきたのに。何なの？巫女がこの頃吹いてるあの笛の音、あれと同じ調べ聞いたんだよ。姫様の美しさは人のそれではないそうだ。都を司られるオビトの王子様まで夢中になられ求婚を迫られているとか。姫様はずっと断り続けているんだけどね。ところが望月のように姫様は月へ帰っちまうって噂が広がって、強者たちがそれを阻止しようと屋敷を取り囲んでいるんだ。天上界の人なの？うん、何でも竹から生まれてきたってことだから。そこにいるのは誰？お許しください、あまりに美しい笛の音に。金剛山の鏡と申します。金剛山？そこに宇都の巫女というお方は？はい。
宇都の巫女様にお伝えください。今宵月の満ちる時までに。カガミ、巫女が好きなら知らせることなんかないのに。今宵望月の夜に、それまでに神の定められた許嫁である巫女に会いたいと。巡り合うことは叶わぬのでしょうか。私は今天上界へ神としてよみがえります。巫女さ、共に天上界へ。姫、今は行けぬ。しかし地上でなすべきことを終え、神としての力を得たとき必ず。金剛山の鬼、宇都の巫女、度重なる朝廷に対する反逆、もう公儀と言って無視することはできません。宇都の巫女を捕らえ、極刑に処すべし。しかし、金剛山が従うだろうか。朝廷の威信にかけて従わせねばならぬ。Oh!
やめばまた攻めてこよう。すみません、俺のために。案ずるな、この程度のことでは金剛さんは揺るがぬ。俺たちは圧政に苦しむ人々のため朝廷に戦いを挑み、政の流れを変えようとしました。しかし大隅様、教えてください。神の救いとは、仏の慈悲とは、貧しい人々のためのものではないのでしょうか。申し訳ありません。時が来たのかもしれぬ。北天の神を父とし、宇宙と地上との命が一つとなってこの世に生を授けられしこよ。人心の乱れに悩み苦しみながら、よくぞここまで成長した。今こそ我が手を離れ旅立つ時。宇都の巫女、天上界への旅に出よ。神を見、神の声を聞け。仏に接し語りかけてみよ。自分自身で答えを探すがよい。巫女、おずず様の話は。朝廷軍に対してどんな手を打つのだ。奇襲に出て崩す。そうだろ巫女。俺たちは金剛さんから追放される。え、そんなバカな。なぜだ。どういうことなの。天上界へ行けとの指示だ。天上界？あの神仏の和数天上界のことか。俺たちが天上界へ。キジムナ、お前も一緒だ。なんで俺が。これはオズヌ様の決定だ。旅立ちは明日。おい、そんなに荷物持っていくつもりなのか。だって行ったことのない天上界だぞ。なあ薬。悟りも開いていない俺たちが天上界へ行けるのかな。うん、巫女は神の子だから問題ないにしても。そんなことはオズヌ様が考えてくれるさ。チェッ、のんきなやつだな。巫女はナヨタケと再び巡り合えると思うか。ああ、地上での巡り合いはあまりにも儚いものだったからな。おい、聞こえるぞ。あいつ気にしてるんだ、ナヨタケのこと。おい、たとえ巫女がナヨタケ姫と結ばれたとしても、私は。キジムナーがいないぞ。またあいつの気まぐれか。これが天かける船天照船だ。天照船に乗る者は林、平、東、社、海、陳、列、在、全の九字の呪文を唱えることで身を守り、時と場を超え運命を切り開いて旅することができるのだ。この祭壇の扉は絶対に開いてはならぬ。もし戒めを破る者があれば、船もろとも永遠に天上界をさすらうことになる。金、平、等、社、海、地、列、在、前。金、平、等、社、海、地、列、在、前。林、
社会陳列財前一票と社会陳列財前一票と社会陳列財前正直言って俺は不安なのだ。天上界はこの世の続きなのか。そんなことも知らないのか。キジムナ、いつの間に。どうやって乗り込んだ。こう見えても俺は神の端くれだぞ。そのくらいのこと。天上界へは霊力を働かせ、目に見えない境界線を越えなくてはならない。地上界の旅とは違う。みんな心を一つにするんだ。社会陳列財前。失敗すれば永遠に二つの世界の狭間をさまようぞ。一票と社会陳列財前。宇都の巫女よ、北天の星を目指し行け。命を授けられし父なる神に巡り合い、その心を知れ。来るべき時代に新しき流れを生むために。変に逆らわない方がいい。そんなのんきな。ここでは何もかもが初めて知ることばかりだ。恐れていては生きては行けぬ。私はどこの者か。地上界より修行の旅をする者。地上界かと。ならば閻魔王の裁きは受けてきたのか。俺たちは死んだ者ではない。何？死んではいない者がなぜここに。生身の体ではここへは来れないはずだ。そうだ、静まれ。
お前たちに資料を感じ。俺たちは地上界に生きるそのままの姿でやってきたもの、資料であろうはずがありません。魔性のものではないようだな。宇都の御事やら地上界の者がこのようなところへ何をしに来た。俺たちは神仏を敬う者、炎の大津様の指示により神になるべく修行をしている。神だ。失礼ですが、あなたのお名前は？ラゴラ・アシュラオ、アシュラ一族を率いている。ラゴラ・アシュラオ、すぐにここを立ち去れ。え、この世界はお前が考えるほど甘くはない。いや、ここは安らぎに満ちた慈愛の世界だと聞いている。確かに天上界はめくるめく魅惑の世界ではあるが、それだけではない。アシュラオ、聞かせてください。天上界とは。あ、ああ、今より1万年の昔、帝釈天が訪ねてきて、娘の舎子を妃として迎えたいと申し出た。帝釈天はよく言えば豪放磊落、悪く言えば直情的で素行が悪かった。私は一人の父親として、妃にやってもいいものかと思い悩んだ。そんなある日、おしつみの遊びに出ていた舎子を強引に奪い去った。そして劇場の赴くままに、最愛の娘は侵され恥ずかしめを受けたのだ。アシュラ一族は相手が誰であろうと筋は通すべきだと考えた。そしてついに我々は武器を持って戦いを挑んだ。ところがある日、アシュラ一族は天上界の神々によって追放されることになってしまったのだ。なぜだ、咎められるべきは帝釈天のはず。アシュラオ、俺は帝釈天と会う。何？宇都の御子、お前は帝釈天に会ってどうしようというのだ。あなた方に代わってなぜこのようになったかを問いただす。そしてあなた方の天上界への復帰を約束させる。天上界の神仏の心を動かそうというのか。宇都の御子、行くがよい。御子。俺たちは一体。お前の覚悟、認めよう。アシュラオ。ミコ、何を考えているの？ナヨタケ姫のことなのね。あなたは虐げられた人々の苦しみを背負って戦ってきたんですもの。今はせめてその夢に。月に入っていくぞ。月宮殿に行ったよ。ええ、いいのかい、巫女様がナヨタケと添い遂げても。祈っているわ、巫女の夢が叶うことを。
鏡って優しい女だな。なんで金剛さんの鬼なんかになったんだ。姫様、地上界から旅をなされてこられた宇都宮子様です。お入りください。姫、お久しゅうございます。宇都宮子。はい。あなたは久しぶりとおっしゃいましたが、どこかでお会いしましたか。姫、望月の夜の別れをお忘れになられたのですか。望月の夜。そうです。あの時あなたと俺は束の間の巡り合いを果たしました。一体何が、那由他家の身の上に何が起きたのだ。巫女は帰ってきてからもうずっとこもりっきりだよ。そりゃ衝撃だよな。那由他家が何も覚えていないなんてさ。何があったのか天上界では我々にはわからないことがあまりにも多い。天上人たちはあれを嘆き星と呼ぶんです。私にはあの星が巫女の涙に見える。アシュラ王のことといい、姫のことといい、天上界はなぜにこうも冷たいのだ。神の真意とは一体。どうしたというのだ。巫女様が消えたんだ。巫女、どこにいるの。巫女。危ない、鏡。私たちはいつも一緒だったじゃない。嬉しい時も悲しい時も。でも那由他家の記憶が戻ったとしたら、巫女は、巫女、どこにいるの。巫女。あれは、あなたは本当に巫女の理解者なの。巫女はあらゆる面で私の力を超えたお方。それだけに苦しむこともたくさんあります。そういう時、安らぎは私しか与えられないと思っています。今はやむを得ないからそう思い込もうとしているのではないの。それ以上に何も期待していませぬか。もちろん。姫が巫女のことを記憶に残していないと知り、あなたは心の中で喜んでいた。なんてひどいことを。あなたは巫女のために献身すると言いながら他の感情を抱いている。あなたは何者なのです。
私はあなた、あなた自身の心なのです。嘆き星を見るとなぜ心が休まる気がするのかしら。宇都の巫女、申し訳ありません。あなたのことがどうしても思い出せません。あなたのお話が夢のように聞こえます。もし俺のことか。どうなされたのですか。ここは一体どこなのだ。ここを下女市と知らぬというのは本当のようですね。下女市。男と女が苦しみを忘れ、束の間の楽しみに身を委ねるところ。そういえば見かけない方ですね。俺は地上界から月宮殿の姫ナヨタケと会うためにやってきた。しかし姫には俺との記憶は残されていなかった。そのようなことはこの天上界では珍しいことではありません。え？姫はかつて姫を思い慕う男たちの心をもてあそんだ罪で下女市に落とされたのです。嘆き悲しむ姫に神はもうひとたびの機会を与えました。地上界に姫を生まれ変わらせ、もしそこで清冽な力を持った若者と巡り会えたら、すべての罪を洗い流すと。姫が。あなただったのですね。ナヨタケ姫を救い、天上界へ転生させたのは。姫が過去を覚えていないのは、すべてを新しく始めるためなのです。俺と出会うことで。そうか、それを聞いていくらか心が休まる。さあ、命花開かせる交わりを私と。その心の躍動がまた私の転生を決めるのです。さあ、楽しいひとときを。どうなさいました。すまなかった。もし那由他家。いや、そんなはずはない。それにしても、なんという懐かしい笛の音なのだ。一体どのような人が。私たちに一体何が。もしかするとオズヌ様の与えてくれた試練だったのかもしれない。
指すは通り天、神々の王帝釈天がいる全権城だ。うん、ああヨーマと化している。気をつけろ、巻き込まれる。くじの呪文を唱えるのだ。銀、票、刀、車、海、陣、列、財、戦。妖魔たちよ、何を恨み苦しんでいるのだ。銀、氷、刀、車、海、陣、列、財、全。と怒りを鎮めろ。この凄まじい恨みの力は、かあ！たっ！あなたは、あしらを。なぜアシュラ王が我々の行く手を阻んだのだ。怨念がこの地に残り、妖魔と化してしまったのだ。それほどアシュラ王の恨みの念は深い。では巫女、この島は？おそらくアシュラ王が天上界で暮らしていた時の居城だろう。むごい、あまりにもむごい。これより俺とキジムナーは通り天へ向かい、アシュラ王との約束を果たす。帝釈天に会ってその復権を願い出る。我々はアシュラ王の恨みの念を祈り沈めながら、俺たちの帰りを待ってくれ。うん、巫女、気をつけて。帝釈天に会いたい。どこにいるか教えてはもらえぬか。天は狩りがおさ。帝釈天が星狩り場へ行かれました。星狩り場、狩りを楽しまれるところです。巫女様、戻ってくるまで待ちましょう。無防備にあったら危険です。今の雷を見たでしょ。分かっている。直接会うつもりはない。霊体を飛ばして帝釈天を追ってみる。臨氷刀車海陣列財前。臨氷刀車海陣列財前。
取ったぞ。あれが大釈天か。すごい。あやかしの者。撃たれただけだ。恐るべし大釈天。オズム様、荒ぶる神仏の世界にあって神々の王大釈天に挑もうとする俺は愚か者なのでしょうか。愚か者でも構わぬ。地上界から来た勇気同士、宇都宮子、大釈天にお目にかかりたくて来た。開門してもらいたい。巫女様一人で大丈夫かな。無茶しなければいいんだけど、やっぱり一緒に行けばよかったかもな。うわあ！大釈天に会うなんて考えただけでゾーッとするよ。お叱り場で会ったの。あ、地上界から来たんですって。誰のことなんだ。宇都宮子、大釈天へのお目通り叶う。大釈天、出ましょう。宇都宮子か。はい。来るがよい。
俺は生きたままの体で天上界へやってきたのです。霊体ではないのでお疑いになられたかもしれませんが、決して怪しいものではありません。天上界になぜ来た？伝えられる何かを少しでも地上界へ持ち帰りたいのです。ん？地上界を誰もが豊かに暮らせる楽土としたいのです。楽土？そのようなことができると思うか？神仏は地上界を離れていって久し、人が人である以上楽土はありえぬ。それではあまりにも救いがなさすぎます。権力者のみが栄養映画を手に入れ、庶民は苦難にあえいでいるのです。神はなぜそれを見逃していらっしゃるのですか？権力者も苦害にあえぐ一握りのものよ。地上界にいる限りその全てのものに安らぎはない。いくら巫女様が心配だからってみんなにも黙って出てくるなんて。ごめんなさい。でも行けばかえって足手まといになるだけだよ。とにかく今は待ってるしかないんだ。まあ、綺麗。お願いがございます。アシュラ王とその一族を天上界へお戻しくださいませぬか。アシュラ王、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 できぬ。なぜあのようなものを天上界へ戻そうとする？あなたのお心にお聞きしたい。神仏の法にかなえば全てが許されるのですか？これは神々が裁いたこと。あなたのお考えをお聞きしたいのです。待て、宇都宮子、お前は神の定めに逆らうつもりか？違う。地上界の俺にはアシュラ王の苦しみがわかるのです。アシュラ王の娘は帝釈天に侵された。親として怒りを燃えたぎらすのは当然のこと。咎められるべきは帝釈天、あなたの方だ。愚か者め、お前に神の荒御霊は捕まえられぬ。にぎみ霊も捕まえられぬ。帝釈天、下がれ下がれ下がれ。なぜだ、なぜアシュラ王が罰せられる。なぜ帝釈天が許されるのだ。
お許しください。身も心も巫女と共にあるのだと誓っていたのに、なぜこのようなことに。気がついた時にはお前はいつも手の届くところにいた。苦しい時を共に励まし、楽しい時は共に笑い、二人は仲間であり、時には兄弟のようでもあり。なぜ俺の心はこうも乱れるのだ。俺には信じられん。帝釈天がなぜ。俺も信じたくはない。しかし鏡は襲われたのだ。神がそのようなことを。神もまた人と同じ業を持っているのだ。天はあの時俺に追い詰められた。そして全剣場を飛び出していったのだ。確かに天はあの時怒り狂ったように馬を走らせていた。俺は帝釈天の心に楔を打ち込んだのかもしれん。そのために鏡が。許せぬ。射手を奪われ怒り狂ったアシュラの叫びは今の俺の叫びそのものなのだ。しかし巫女、相手は神だぞ。ここで神との間に争いを起こしてはアシュラの復権はおろか、もう天上界にいることすらできなくなるぞ。襲われた鏡の気持ちを思うと俺の体は怒りに震えて止まらぬ。
この怒り、戦うより他に沈めようがない。巫女様、でも帝釈天にはかなわないよ。俺は行く。今俺が鏡にしてやれるたった一つの償いなのだ。待て、巫女様。我が無念を感じ取れる者よ。天を揺さぶり地を裂くほどのこの怒りを感じ取れる者よ。荒ぶる神々の犯せる罪を。帝釈天を裁きたまえ。帰れ帰れ、ここを通すわけにはいかん。お前たちでは話にならん。門を開けろ。何を小賢しいことだ。牢石者だ。将来に入ったぞ。捕まえろ。33点、そこをどいてくれ。俺は帝釈天と相まみえねばならぬのだ。よまいごとを申すな。ここはお前のような者の来るところではない。帰れ、帰るのだ。神よ、なぜだ。俺がなぜここへやってきたか、神ならば知っていよう。それでも行く手を阻まれるのか。たとえこの身が砕け散ろうと、俺は引かぬぞ。大釈天、出てこい。俺と戦え。雷で我が身を貫くなら貫け。そんなもので俺の心が静まると思っているのか。あなたは鏡を奪った。なぜだ。帝釈天、真実を語れ。知らん。
知らぬとは言わせぬ。星狩り場でのこと言い逃れはできぬ。知らぬ。卑怯な。それが神たる者の姿か。私が刈り取ったのは白鳥、鏡という女ではない。おのれ。それが神の答えなのか。神ならば罪は裁かれぬというのか。許せん。臨氷道社会人列在前。いかがいたしましょう。宇都の巫女、捨ておけ。巫女様。薬来てくれたのか。巫女、みんなもお前と同じ気持ちだったのだ。それだけは分かってくれ。ミコ！ミコは私のために、私のために相手が神であることすら忘れて。
愛は全てのもの、その手のひらに包んで、生きることの意味を問いかけているけれど、一粒の涙の中に帰らない過去があるなら、悲しみの扉の向こうにきっと明日がある。ああ、君の瞳は愛く光年の青い星より不思議な、瞬きのかけらを弾かせて今時を止めているから。巫女に迫り来る33点の軍勢、再開した魚介の力を得て今新たなる戦いが始まる。果たして巫女は鏡を取り戻すことができるのか。第6話、執念の神狩りにご期待ください。臨表当社開陳列在前。荒ぶる神々に対し巫女は人として怒り、神の子ゆえに悩み戦う。今や戦場と化した天上界に夢時天女の真心が花となり散ってゆく。第7話、哀れ天人御水にご期待ください。臨表当社開陳列在前。神たることを目指しながらも神に挑む。壮絶な戦いの中で傷つき倒れ、倒れながらも進む巫女。果たして巫女の行く手に救いはあるのか。第8話、花の森幻惑にご期待ください。臨表当社開陳列在前。恨みの心から生まれるは一刀万殺の剣、全てのものを生かし蘇らすは一刀万象の剣。裏切られてもなお愛を全うするサホ姫の姿に巫女の心から迷いが吹っ切れる。第9話、うだらく恋都会にご期待ください。臨表当社開陳列在前。神の心を知るため荒御霊に耐え、虐げられた人々の夢をつなぐためににぎみ霊を願う。巫女は最後の戦いに全てをかけ挑む。第10話、日輪に昇進浄化にご期待ください。臨表当社開陳列在前。互いの愛を信じるがゆえに苦しみ求め合う巫女と鏡。課せられた試練に耐える若者たちの生き様を身辺大菩薩の慈愛が包み慈しむ。第11話、巡り合い輪舞にご期待ください。臨表当社開陳列在前。限りある命とは、神仙教の水に己を移し生き方を問い、灼熱の炎に焼かれ幸せを願う。大日如来の手の中で苦悩するそれぞれの青春。
第12話落葉紀魂にご期待ください。臨氷島社会陳列財前小さな命を燃やし天上界の巨大な力に挑む苦難の旅の果てに真実を求め人としての生き様を神に知らしめる最終話うずみこよ試練を超えてにご期待ください。臨氷島社会陳列財前